青色が西側陣営。赤色はワルシャワ条約機構に参加する東側陣営である。ユーゴスラビアはワルシャワ条約機構には参加せず、アルバニアは1968年にワルシャワ条約機構を脱退した。西側諸国とは冷戦中、ソビエト連邦や東ヨーロッパ諸国などの社会主義諸国に対抗したアメリカ合衆国や、 西ヨーロッパ諸国などの資本主義諸国を指す言葉。ここで言う西側は、ヨーロッパにおける資本主義陣営と共産主義陣営の境界が鉄のカーテンと呼ばれる東西ドイツを境にしていることに由来するが、実際には欧州東部にも西側諸国は存在したほか、欧州以外のその他の地域では、属する陣営と地理上の東西が反転することもあった。西側各国は、 アメリカとの単独、他国間の政治、軍事的保障条約に組み込まれた。それらの機構として有名なものは北、大西洋条約機構、米州機構などがある。西側諸国の軍事同盟である、NATO 加盟国の拡大。青色が冷戦時代の加盟国、バルト海のシュテッティンからアドリア海のトリエステまでヨーロッパ大陸を横切る鉄のカーテンが下ろされた。中部。 ヨーロッパ及び東ヨーロッパの歴史ある首都はすべてその向こうにある。ウィンストン・チャーチル1946年3月、ミズーリ・州フルトンのウェストメンスター大学にてこれを受けて、アメリカのトルーマン大統領はトルーマン・ドクトリンを発表。イギリスに代わってギリシャに対して支援を行い、加えてトルコを資本主義陣営に止めることを宣言。両国に大量の資金援助を行い、 東側陣営化するのを防いだ。これらの国は1952年に NATO に加盟した。特にトルコは現在でも中東にアメリカが軍事介入するときは在トルコの米軍基地が大きな役割を果たしており、欧州連合加盟を目指すなど強固な西側国家である。NATO は1949年に西欧、北アメリカの13カ国が参加してできた軍事同盟であり、各国は 攻撃にさらされた場合共同で参戦する義務を負っている。1966年にフランスがドコール主義の下で NATO の軍事機構を脱退し、欧州連合軍最高司令部がパリから移転を余儀なくされるなどの事件もあったが EU なども合わせて考えると基本的には蜜月といって良い関係にある。西欧、中央で東西の軍事機構に参加していない国は アイルランド、スイス、オーストリア、スウェーデンの中立宣言を行うなどで非同盟政策を取った国々。特に北欧諸国の政策を合わせてノルディックバランスという。ただしスウェーデンは冷戦終結後、NATO との協力関係にあったことが明らかとなっている。実態としては同盟関係はなくともスウェーデンは西側寄りであったと言える。南北アメリカ大陸の各国の多くは すでに第二次世界大戦末期に連合国として参戦しており、アメリカ軍に基地を提供するなどをしていた。これらは戦後アメリカの裏庭として、新米で西側に属することが求められ、1948年に結成また締結された米州機構と米州、相互援助条約によってアメリカに追従させられた。新米政権が革命などで崩されると、 ドミノ理論を唱えるアメリカの武力介入、中央情報局の内政干渉を招いた。アメリカのアメリカ大陸への東側陣営に対する危機感からの行動は1962年のキューバ危機で実際に示され、この時はソ連が折れることで第三次世界大戦は回避された。キューバはアメリカの干渉を跳ねのけた唯一の国である。竹のカーテンも参照日本と中華民国。 大韓民国が西側諸国である。中華民国は72年のニクソン法中を契機としてアメリカが中華人民共和国を承認した後も反響の取として軍事援助を受けていたため西側諸国に含まれると考えられる。またフィリピンは東南アジア諸国連合の原価名国であるがアメリカの植民地だった経緯から新米的な外交政策をとっていた。 また南ベトナムにはベトナム共和国、カンボジアにはクメール共和国の新米政権が誕生したが、いずれも現地住民の反感を買って共産化。ベトナムは南ベトナム共和国を経て、ベトナム社会主義共和国として南北統一。カンボジアはクメールルージュの反乱により民主カンプチアが建国された。東アジアにおける仮想的国はソ連、中国、 北朝鮮、ベトナムであったが、それぞれの役割と仮想的国が全く違う関係上、日米、米韓、米韓、米比といった二国間条約による同盟関係を基本としていたことが特徴。これは、東アジアに集団安全保障体制を構築させず、軍事的影響力を維持したい、アメリカの介入であるとも見られる、EU 加盟国の変遷図ソ連が崩壊した後、 東欧諸国は新たな安全保障を得るために NATO に接近した。2004年までにチェコスロバキア、ハンガリー、ポーランド、ブルガリア、アルマニアの旧東側諸国の旧ソ連構成国以外の国々とエストニア、ラトビア、リトアニアのバルト3国、旧ユーゴスラビアのスロベニアが参加している。また2007年をもってそれらの国々のすべてが同様に EU に加盟している。 これらは新たな枠組みにおける西側諸国といえる。中南米では米州機構が空洞化し、ベネズエラのチャベス政権を筆頭に南米で次々と左派政権が誕生しアメリカ型の機械平等結果、不平等の資本主義から脱する動きを見せるなど、対米感情の悪化が目立つ。また、南米諸国独自の経済圏の構成。 さらには EU 型の国家連合の構築などの独自の政策が打ち出されている。パレスチナを国家承認している国さらに、中東、アラビアでは、冷戦時代の君主制、イスラーム国家の反祖のための新米といった構造が崩れ、これらの国との協力関係が薄れたため、不安定化が進んでいる。また、西側諸国は常にイスラエルと親密な関係を持ち、 パレスチナ自治政府とは距離を置いている国がほとんどである。東側諸国時代にすでに承認している旧東欧諸国を除くとパレスチナ国家承認を行っている欧米西側諸国はマルタ、アイスランド、スウェーデン、バチカン市国だけとなっている。チェコは旧チェコスロバキア時代にパレスチナを承認したものの2012年の国連総会における オブザーバー国家への格上げ決議に反対するなど、その関係は悪化し、むしろイスラエルと親密な関係にある。米ブッシ主政権末期では、チェコにアメリカが ICBM に対する早期警戒レーダーサイトをポーランドに迎撃ミサイル基地を建設をする計画を進めており、事実上、ロシアを仮想的国としていることから、ロシアの強硬な反発を受けている。ロシアは、 大替案として、アゼルバイジャンのレーダーサイトの共同利用を申し出たが、アメリカはそれを拒否した。さらにその後もアメリカは、政権交代から難航しているポーランドとの交渉の、他に、リトアニアにも接触を図るなどしている。しかし、続く、オバマ政権は2009年9月17日、東欧 MD 配備計画を白紙に戻すことを発表した。 9年12月に執行するスタートアイに代わる、米ロ深核軍縮条約の交渉進展及び、ラ乱制裁の足並みを揃えるためとも、上海協力機構の加盟国とオブザーバー、加盟申請国、国家連合、中華人民共和国の台湾への領土主張は、SCO も承認している。また、ロシアは中国との関係を深めつつあり、 旧来の CIS に加え2002年に新たに上海協力機構を創設している。後にイランとも関係を強化した。冷戦後、大共産主義というイデオロギー対立から解放された西側諸国は独裁国家が革命によって共産主義化してしまうくらいならば、独裁的なままでも西側と友好関係にあった方が良いという冷戦期の理論を放棄し、 アメリカが主導となって独裁的な国家への圧力を強めていった。これらの行動は少なくともコソボ紛争に対する遊牧誤爆やアメリカ同時多発テロ事件に対するアフガニスタン侵攻などの敵がはっきりしていた範囲では西側諸国に大きな反対のない中で行うことができた。しかしその後の悪の数軸発言、対テロ戦争から始まるイラク戦争などにおいては アメリカの請求さも相まって足並みが乱れ、アメリカと特に親密な国家がアメリカを支援しているが、党の政府が国民の支持が得られず撤退するなど状況は流動的になっている。このように近年自由主義陣営に乱れが目立つのは、アメリカが西側諸国の足並みを揃えることを怠ったのみならず、21世紀に入り、 各国が経済発展と資源枯渇への懸念などから資源の確保に余念がなくなったことも大きい。イラク戦争がしばしばアメリカがイラクに眠る石油利権を確保したいがために起こしたと言われるように、各国もまた様々な方法で特に化石燃料の確保に全力を注いでおり、独裁政権を支持する代わりにその国の資源を確保する方法は最も簡単なものの一つである。 このような政策を取る国が現れると、制裁などの足並みが揃わず、独裁政権を倒し民主化を進めるのは困難を極める。西側諸国の足並みの乱れではないが、ミャンマーの非民主的な軍事政権への国連の避難決議が大幅に弱い文言となった原因の一つにも、ミャンマーが産油国であるために、中国がその石油を目当てに主権外交を行って、 独裁政権を経済的にも、国際政治的にも支援していることが挙げられる。西ヨーロッパ南ヨーロッパ北ヨーロッパ北、アメリカ中央アメリカ南アメリカ米国支援下の軍事政権が多く、アメリカ合衆国の裏庭と呼ばれた。東、アジア東南アジア南アジア西アジアオセアニアアフリカ、スパ容疑で逮捕の瞬間ロシア国営企業幹部案2020年7月8日。 聖戦版日本国語大辞典、大辞輪第3版、西側コトバンクハット MD 配備で正式調印、米とチェコ両政府米、ミサイル防衛施設受け入れ問題で、リトアニアにも接触路、イラン制裁で米と共同補調へ、両首脳合意米の首脳会談、イラン追加制裁、ロガ米と協調アピール、中東非核化牽制も、ありがとうございます。